リ465-012号機、BLS シンドゴリ465-007号機ベルン・レッチュベルク・シンプロン鉄道リ465軽電気機関車は、スイスの大手の私鉄であったベルン・レッチュベルク、シンプロン鉄道が製造し、現在ではその後ろ身である、BLSAG で使用されている電気機関車である。本機は、アルプスコイルートの一つであるレッチュベルクルートを用する、 ベルンデッチュベルクシンプロン鉄道が、スイス連邦鉄道のリ460系の改良型として、ピニファリーナによるデザイン、自己相打台車による高い曲線走行性能は、そのままとし、VVVF インバータ制御を 1C2M から 1C、1M に変更するとともによる出力を増強し、最大出力を 6100kW から7000。 キロワットに最大牽引力を 300KN から 320KN に、レッチュベルクルートの27パーミルでの650トン列車の牽引速度を時速80キロメートルから時速100キロメートルとしたものである。まず、BLS が8両を、後にスイス国鉄が10両の計18両が発注され、1994年9月に初号機がロールアウトしている。 なお、スイス国鉄所有機は、前期、BLS レッチュベルク鉄道にリースされており、2003年4月30日には、前期が同鉄道に売却されている。製造は、車体、機械部分、台車を、SLM、電気部分、主電動機を、アブが担当した。なお、開発時の性能要件は、以下の通り、各機体の基板と機体名は、 以下の通りリ465-007号切り465-001広告塗装切り465型とほぼ同一の IC2000 の制御客車の運転席メーター類の配置のみ1分異なるリ465型が10連で貨物列車を牽引スイス国鉄に本機のベースとなったリ460型が118両使用されているほか、 現在ヨーロッパで広く行われている機関車の国際的な標準化の走りとして、スイス以外の3カ国でリ460系の同系機が導入された。詳細はリ460系の同系機の項を参照。ありがとうございます。